東山道は五木七道の一つ。本州内陸部を大見国から道の区国に貫く行政区分及び道省を通る古代から中世にかけての幹線道路を指す。王子の読み方については、東山道の他にも、東線、道、東山道、東の山道、東山の道、東の山の道、そして山の道など諸説ある。奈良時代に、 形状形の一部、最大寺の敷地であった場所から発掘された木管に、東辰ま道と書かれており、辰つを千の略字とみなして、東山道イコール、東千道であったとして、東千道が正しい読みであるとする説がある。現代ではあまり使われないが、東山道の貫く国や地域を、東山地域と呼ぶことがある。関東地方と山梨県と長野県を合わせて、関東、 東山などのように使う。両政国一覧東山道東山道の範囲と外力の経路以下の諸国が含まれる。機内から近い順に記載。立領時代の東山道は、機内から道の区国へ至る東山道諸国の国府を結ぶ駅路で、現在の東北地方へ至る政治、軍事面で重要な最短距離路だった。立領時代に設けられた七道の中で中路とされた。 道の区国府からはさらに北へ、珍珠府まで工事が伸びていた。東山道には、駅伝制により三十里ごとに、駅場十頭を備えた馬屋が置かれていた。ひ田国へは、美濃国府を過ぎた、現在の岐阜市辺りから城が分岐していた。出羽国へは、工事とされた北陸道を、日本海沿岸に沿って伸ばし、出羽国府を経て、秋田城まで続いていたと見られている。その他、 多賀城に至る手前の東山道から分岐して、では国府に至る城もあったとみられている。東山道の建設については、誰が計画して、それを実行したか、ほとんど分かっていないが、断片的な記録として、大宝2年12月10日、俗日本気に、初めて、初めて、ミノの国に、キイケルの山道を開くとの記録がある。この記述が示す地域の経路は、 美濃国の坂本駅から、三坂峠を越え稲谷に至るルートを取っている。また、俗に本記には、天平九年に、東山道の北端にあたる道の区国から、出羽国に通じる振動の建設工事の様子を示す。記述も残されており、道の区国の陳府将軍である、王の東人が軍隊を率いて、鹿間区から、急峻な大武山脈を越えて、出羽国最上軍玉野を経て、 北の平ほもと山まで至る160里の道を開発したとされる。武蔵国には、奈良時代当初は、東山道に属し、東山道の枝道として、東山道武蔵路が設けられた。その経路は、上野国神殿より南下し、武蔵国府に至り、戻って下谷国足利へ進むコースが、東山道の旅程であった。平安時代には、平安京との間の運客の日数は、以下の通り、 括弧内は陸路の工程日数で前車が上りで後車が下り。上りは町と伊佐尾と共に旅日に当たるものも傾向したため、下りの約2倍の日数を要したとされる。江戸時代になると、江戸を中心とする五街道が整備され、幹線道路としての東山道は中山道、日光霊平市街道、欧州街道などに再編された。立時代の東山道に相当するルートと、 並走する形で、いくつかの国道などの一般道路や鉄道が、通っている。おおむね長浜から宇都宮までを東西に横断する、ルートになり、長浜以南と宇都宮以北は南北に縦断する、ルートになるが、高速道路では、西から順に、名神高速道路、中央自動車道、長野自動車道、上信越自動車道、北関東自動車道、東北自動車道に相当する。 しかし、明治政府が東京を本拠地にした東京店舗を行い、中山道観戦計画断念後は、関ヶ原と薄い峠を結ぶ国道や鉄道は、一本の道にされず、いくつもの路線に分断されてしまった。そして、東京時代が本格的に到来した後は、従来の近畿北、関東、東北内陸部、常磐三陸の需要は、南関東北、 関東、東北内陸部、常磐三陸へと移っていった。これに加えて、高度経済成長期に、東京、名古屋、大阪の三極集中が促進されたため、例えば岐阜高崎というような東山道沿線の往来が滑れ、さらには、近畿地方の経済的、文化的影響力の低下によって、近畿北、関東、東北の交流も疎遠になったこともあり、関ヶ原と、 薄い峠を経由して、近畿と北、関東、東北内陸部、常磐三陸を結ぶ、東山道は、廃れていった。近年の東北内陸部や、常磐三陸から近畿までを往来する高速バスも、最短路が、首都高速道路や、北関東自動車道を経由するよりも、全区間が高速道路でつながっている、万越自動車道、北陸自動車道経由の方が早い。 このように、幹線道路としての東山道は、全線を通しての近畿北、関東、東北内陸部、上磐三陸の大動脈とは言えない状況である。東山道の区間内に限ってみると、東山道の各園先端区間での交通需要が見込まれるほか、東北地方南東部及び関東地方北部と長野県間の中距離区間にも、地方間としては、 大きな需要が見込まれており、東山道経路は地方間では動脈となっている。他に、道の区国へ至る経路として、東海道諸国を経て、日立国北部から道の区国へ入る経路も重要で、後世にはこれの重要度が増し、武蔵国東部を経由するなど整備された。当時は大河川に橋を架ける技術は発達しておらず、機内から道の区国に向かう場合も、 太日川、利根川、多摩川、富士川、安倍川、大井川、木曽川、長良川、伊び川ととか混乱な大河が続く東海道よりも、東山道の山道の方が通行に適していた。このため、東海道のとか方法が整備される10世紀頃までは、東山道は活発に機能していた。この当時の里を、現在の距離に換算すると、約8 4 2トル。 武蔵国は東京湾岸の両生国の中で唯一東山道に属した。他の東京湾岸の両生国は東海道に属したが、元々の東海道は相模国から海路で和佐国、安防国を渡り、そこから北上して下佐国方面に向かう経路が取られていた。その後、海路に代わり相模国から武蔵国を経由して下兎国に抜ける陸路が開かれたため、 放棄2年10月27日に武蔵国は東海道へ編入された。ありがとうございます。